不治の病にかかりました。どうすればいいですか？病気の方です。いや、これ普通に考えていいんですか？不治の病って何かあるんですか？不治の病ってもう絶対治らないって医者に言われた病気。もう死んじゃうっていう病気。がんとか。浅井さん、質問が。いや、だから、まず一般的な話だと、寺田さんと歴史さんが作った曲を聴けばいいです。で、医者に騙されたんだったら、いや、騙した医者を打てばいいんだけど、それは難しいぞ。騙した医者を打つ。騙した医者を打つっていうのはどういうことですか？そこの看護師さんとか、それから、なんかその、シーツとかそういうの畳む人、畳む方々ですね。それから掃除の方々、それから何でもそういう皆さんにお土産を山ほど、それは考えられる限りのお土産を持っていく。看護婦さんに。それ自分の収入をちょっと上回るだけのか、お土産を持っていけば治る。そうですね。はい。では不治の病の方はですね、看護婦さんに、できる限り多くのお土産、看護婦さんと病院で働く人、病院で働く人にできる限りのお土産を渡してください。次の質問いきます。次、私は音楽というものが嫌いですけどどうしたらよいでしょうか。音楽という部分の解釈が他にあるんですか。はい。音楽が嫌いな方どうしたらいいですか。寺田さんと陸地さんが作った音楽を聴いて、その後2日と仕事を休んで家で寝てると。これで治ります。はい、治ります。音楽が嫌いな方は、僕の放送で音楽を聴いて、2日仕事を休んで寝てたら音楽が好きになります。次の質問いきます。僕最近彼女ができたんですけど、アドバイスをください。だから作業場に行かなくなったら彼女は、不要になりますけど、そしたら私が引き取りますん で、それでどっか就職雑誌見て料理付きのとこ行けばいいと思います。うちに来たら。何？就職雑誌を読んで何すればいいんですか。次の質問。要するに作業所、で、がその彼女が福祉の餌になる、通路になってるから。彼女は作業所行ってない。作業所行ってんの俺。いや、だからそれによって、彼女は福祉の餌になる。だから作業所行かなくなったら彼女は不要になります。じゃあうちに来てください。はい、わかりました。僕がで、そしたら彼女は就職雑誌を見て、他のところに、行くかもしれないし、うち行ってもいいし、どうでもいいです。わかりました。僕が作業所を辞めたら彼女は不要になります。はい、はい、次行きます。僕の家にはお化けが出ます。困ってます。解決方法を教えてください。お化けって普通の意味ですか。これお化けです。普通の意味です。それは普通に体力トレーニングしてお化けを抑えればいいんです。はい、鍛えてください。次の質問いきます。好きな人に振られて、もう人生のどん底です。そんな時に彼女を作った和道さんが正直憎いです。どうしたらいいですか。この振られてもよくわかんない。好きな人に振られて何ですか。別れを告げられた。いや、別れようって言われたってことですね。浅井さん、残り時間5分なんでよろしくお願いします。ちょっと今のもう一回見せてください。はい、好きな人に、別れようと言われて人生のどん底です。そんな時に彼女を作った和道さんが正直憎いです。どうしたらいいですか。
お願いします。さあ和道さんがこれ、あのこれインターネットこれ好きな、うん、ということをしてるから、好きな商売してるからだからできるんです。だからあなたも好きなことをすればいいです。はい、好きなことをやってるから彼女ができるんです。あなたも好きなことをやってください。次いきます。集団ストーカーに嫌がらせをされています。どうしたらいいですか。集団ストーカー分かんない。集団ストーカーは分かりません。次の質問いきます。ちょっともう一回言ってください、はい、集団ストーカーに、はい、集団ストーカーに嫌がらせをされています。どうしたらいいですか。あ、それは毎回ここで音楽が鳴ってるその放送を毎回聞けばいいです。はい、放送を聞いてください。次いきます。使い切れないほどお金があるんですけれども何かいい使い方はありますか。あ、それも同じ。さっきとこの放送を聞けばいいです。音楽が鳴ってる放送を聞けばいいです、はいはい、お金持ちの方はこの放送を聞いてください。以上で質問ないでしょうか。大丈夫でしょうか。はい、はい、よかったよかった。さあ、さまです。ありがとうございます。皆さんどうもすいません。ありがとうございます。すごいですね、はい、今日いっぱい悩み解決しましたね、はい、全世界中の悩み解決したんじゃない。世界中の悩みがね、解決しましたね。よかった、皆さんよかったですね。頑張ってください、はい、皆さん人生いいもんですよ。頑張ってください。例えば、はい、あの帰る、うん、もう最後5分なんで、はい、あの美味しい、なんか体にいい食べ物を皆さんに5分間で教えてください。何を食べた方がいいよって、浅井さんのおすすめのご飯、みんなにお願いします。近づいてて光が消えるものはダメです。だから、うんと、普通あいつだって私を見分ける方法、その方法を使えばいいんです。あの浅井さんが、おすすめの、食材、ご飯を教えてあげてください。だから皆さんがあのいい人だな、いい女だなと、もうそのなんかそういうようなことをあの実行していれば、それはいい食品が選びます。そういうことで、あの、はい、頑張ってみてください。わかりました。ですね、皆さんがいい女を選ぶときのように食品も、いい女を選ぶときのように食品も選んでください。そしたらいい食材と出会えます。はい。本当そうです。本当そうです。本当そうですね。よかったよかった。よかった。皆さんよかったですね。これでみんな結構頑張って。カメラこっちです。頑張ってください。じゃあさ、あ、いや、これあれだよ。本当さ、みんな健康になる道が開かれました。それは大丈夫ですよ。あの、この世界に負けないで、頑張って、それ知能を上げて、頑張って、そしてあれ、いい世界をみんなで一緒に作りましょう。頑張りましょう。はい。最後に浅井さんの夢を語ってください。みんなに。夢。浅井さんの夢です。そうですね。今悩みを送ってきた方々、その方々で作るこの世界、そういう世界になることです。はい。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。浅井さん、宣伝最後に、日曜日にカラオケやってるの宣伝した方がいいんだ。募集してるの。合唱団。あの、日曜日の12時に、あの、幡ヶ谷のあの交差点のところでお待ちいただければ私と会えます。では、あの、皆さん、あの、来てみてくださいね。よろしく。カラオケ大会やってるんですよね。カラオケやってるんですけれども、カラオケにご参加いただければ、幡ヶ谷渋谷区だよね。個人的な難しい質問に答えます。ということで、よろしくお願いいたします。お世話様です。幡ヶ谷の駅降りると交差点があるんですね。幡ヶ谷駅に。そこの交差点に、毎週日曜日12時に集合してます。よろしくお願いします。じゃあ、ありがとうございました。12時です。今日の昼間の12時。お疲れ様です。お疲れ様です。ぜひ遊びに来てください。よろしくお願いします。浅井さん、YouTube もやってるんで、コニーコピアで検索してください。はい、よろしくお願いします。お疲れ様です。YouTube で、コニー。今度おばちゃん書いた本もどっかに載っけるんで、それで皆さん見てくださいね。コニーコピアで検索してください。ご覧ください。意見もください。すいません。よろしくお願いします。はい。ありがとうございました。さよなら。すいません。初です。浅井さん、30分できたじゃん。
うん、よし、じゃあもうよかった、うん、はい、では今度から30分って感じで覚えてて、30分、分かりました、うん、悩み相談やろうか、今度から悩み相談、もうこういうのまだ悩みある、いやいや、いろんな人が見に来るから、また新しくえ、したら悩み相談、うん、悩み相談の健康相談だよ。そうだね。肩が凝ったんでしょうか。肩が凝ったんですよ。どうしたらいいでしょうか。こんなのがいいな。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえでお前バッドボタン押してんだよもう。